DJ バーとかクラブとかそういうところには自分がお坊さんっていうのは隠して、で、あのお寺の人たちには自分が DJ してるのを隠して、はい、でそれでずっと最初は活動してて、だからその音楽を通してちょっとお寺に来てくれるきっかけとか、まあ、ちょっと仏教に限らずそういうなんか宗教とか、まあ、そういうものを持ってたらやっぱ家族とか自分がこう辛くなった時にこう頼りになるっていうのをちょっとなんか分かってもらえればなっていうのはありますけど、はい。